1950年のクリスマスカードノルウェーの1906年のクリスマスカード1937年1919年クリスマスカードとはクリスマスを祝って贈られるグリーティングカードのことであるクリスマスのお祝いの言葉や相手を思いやる言葉などが書かれるクリスマスにちなんだイラストや絵画などが描かれているものが多くシンプルなものから非常に凝ったものまで 様々なタイプのものがある。欧州、北米、南米の諸国など、これを交換するのは、キリスト教徒であるかどうかに関わらず、一般的な習慣であり、極めて多くの人々がクリスマスカードの交換を行っている。発送の時期としては、一般的に12月の中旬頃からクリスマス直前である。12月25日直前の1週間は最盛期である。また、 新年のお祝いの言葉も書き添えられることも多い。例えば英語では、Wishing you, a Merry Christmas, and a Happy New Year などと書かれていることが多い。つまり、日本の年賀状の役割も兼ね備えていることも多い。日本人同士では、クリスマスカードを交換する習慣は、一般的ではないが、日本でもクリスチャン同士では交換していることもある。また、クリスチャンでない。 日本人でも、欧米の人と、仕事上のやりとりがある人、世界に居住する、在外日本人や海外居住歴がある人、欧米人を、友人、知人に持つ人などでは、クリスマスカードを受け取ったり送ったりする習慣が、身についている人も多数存在している。ラブリーリン、シンキングオブユーウィズラブアットクリスマス、1843年、エイメリークリスマスエイハッピーニューイヤートゥユー。 ありがとうございます。